必死のパンチ。あ、いいね。必死のパンチが出るのいいね。とことこ必死だ。このコーナーは YouTube でもご覧いただけます。今日は3人全員揃っておりますね。す劇団パッチのメンバーです。さあ、必死のパッチのコーナーですけれども、10ヶ月ぶりやって。おお、はい。なんと、帰ってきました。3回目のこの企画。はい。はい、クイズ、ゆうこちゃん。おお、久しぶり。これ好き。こんなんあったっけね。これ好き。うん、10ヶ月ぶり、前回何やったかな。1年待てよ。あと2ヶ月。大体季節のことでクイズやるみたいなことやったと思うんですけれども、はい、簡単に言うと、私が考えることを予想して当ててくださいっていうものですね。まあ大体わかるでしょ。もうね、毎週一緒にやってるから。いやでも、ゆうこさん変やからな。変じゃないよ。ボケたり、いやボケたりしないじゃない。ですよね。さっきちゃちゃっとちょっといろいろ考えましたけども、もう直感で。直感で。うん、もうふざけたりして、うん、ありのままの私ね。で、反応したのに。あとしっかりしてよ。行きましょう。行きましょう。まずお題を発表しますね。はい、例えば丸くて赤いものといえば、トマト。トマトです。トマト。スーパーボールよ。うそい。スーパーボールいろんな色ある。いっぱいあるやん。いっぱいあるやん。キラキラしてる色とか。夏のね、屋台でね。あ、テーマ夏ですか。クイとかあるやん。どうなんだろう。テーマ夏。まあテーマは夏。あ、テーマ夏だ。なるほど。考えて書いてないんですか。書いてない。嘘でしょ。大丈夫。大丈夫。でもそういえば夏っぽいものが多かったかな。あ、ですか。で、いくつか考えましたんで、はい、たくさん正解した人が正解ということにさせてください。たくさん正解した人が正解ってどういうことですか。夏ボケじゃないですか。夏ボケはね、夏バテしてないけど夏ボケやね。ほんまに。はい、勝者を一人決めますからね。はい。はい。それでは、参りましょう。いいですか。クイズゆうこちゃん、1問目。あ、ちゃんとやらんのダメなんです。ちょ、しん、教えてあげて。どなり教えてあげて。いきますよ。クイズ、ゆうこちゃんってやつなんです。これを。こんなほっぽく出てきてんの。はい。あ、そう、そういうふうに。そうなのね。はい、こういう。では、第1問参ります。クイズ、ゆうこちゃん。ダダン。夏のデートの定番といえば、はい、はい、勝利。俺順番一人一個ね。あ、うんうん、考えた。考えましたよ。もうパッて出てきました、そのイメージが。うんうん、はい、じゃあ慎吾から。海遊館。海遊館もね、うん、はい、はい、家の中で、もう涼しいところでデート。え、うんうん、お祭り。はぁ、一番近いのは勝利かな。正解でいいかな。花火大会。おお、そうそうそう。これいいよね。そうそうそう、ね、やっぱそうですよね。キュンキュン来るよね。夏や言うてんのに。うん、ああ、結構ベターな感じ。ベターっすね。ベターなよ。なるほど。ゆうこさんは何やと思ってんやん。続いて、2問目。クイズ、ゆうこくん。ゆうこちゃん。ゆうこちゃん。ごめんなさい、すいません。クイズ、ゆうこちゃん。はい、ゆうこちゃんいきますね。シンゴがやんねんな、それ。ビーチでの遊びといえば。ビーチでの遊び。ビーチ、ビーチでの。わー、これも、2つある、2つある。これも多分時代が物語ってますよ、多分。時代。オッケー、俺も考えた。バレーボール的な。ビーチバレー。ビーチバレー。はい。いやいや、ビーチフラッグ。ビーチフラッグ、あの旗取るやつ。あ、やっぱ今のは絶対答え違うやつ。砂で体埋めるやつ。あー、顔だけ出してね。おっぱい作るやつ。おっぱい作るやつ。そうそうそう。昭和よね。必ずしもそれ作らない。見ないね、そういう人ね。うん、あ、誰も違うわ。あら、あら。あれビーチっていうのちょっと違ったんかな。うん、シュノーケリング。全然違うやん。やつ。沖縄とか行ってやるやつ。ビーチでシュノーケリング。そういう状態や。砂浜じゃなかった。くるぶしぐらいのとこでもやるよ。大好きやから。俺らみんな砂浜やん、思ってる。くるぶし。あっさいあっさい。あっさいとこもいるのよ。この間も行ってきた、沖縄。マジっすか。サクッと行ってきた。サクッとってなんですか。アクティブやろ。いやー、行ってきたんや。え、海に入ったんですか。入った入った。へー、シーカヤックとかね、シュノーケリングとかしてきたよ。大好きやね、シュノーケリング。ね、沖縄本島の座間味島。あ、座間味島。いいねー、あそこね。いいね。うん、次行きましょう。次行こう。いいな、沖縄。3問目、クイズ、ゆうこちゃん。はい、ありがとう。そうめんに一つだけトッピングするなら何？うわ、
そうめん、マジか。そうめん去年作ってくれたな君は。そうめんオリジナルのめっちゃ美味しかったやつな。はい、すりごま。すりごま。あー、いやもうシンプルに、生姜。あー、そうめんネギでしょ。なんか普通やな。え、そうじゃないですか。じゃあちょもう一回もう一回普通じゃないの、うん、でも私絶対これやな、一つだけやったら。え、な、何系ですか、固形まあ固形といえば固形かな。固形といえば固形。いや、そう、薬味系じゃない。キノコをスライスしたもの。わかった、スライスしたもの。サンマ。あ、サンマね。あ、なんやろ、卵の錦糸卵。もっとさんと食べたい。納豆。あ、納豆。美味しいんすか納豆。美味しいよ、簡単やし、元気になる。元気元気。夏ってなんかネバネバしたもん食べたくなるから、ね、確かに、うん、あ、勝利こういうの食べたらいいよ。あ、なるほどね。夏までに。あ、でもネバネバしたもんはいいってほんまに聞きますね。オクラとか山芋とか。そう、うん、全部混ぜんねん。でもなぁ。そうめんにお腹痛まるしなぁ。簡単やし健康的やしね。じゃあ続いていきましょうか。クイズ4問目。MC なってる。クイズゆいかちゃん。自宅のクーラーの設定温度は？あー、聞いてどうすんのよ。来たね、これは。24度。いやいや、そんなんじゃないでしょ。27度。いやー、俺は28度やと思う。あ、つけてます？つけるときの方が少ない。つけてるってですよね。いや、そう、これ夏ですよね。夏よ、当たり前やん。28度。28度、24度、27度。正解いたね。おお、27度。よっしゃあ、初めての一番いいもんね。ちょうど良いでしょ。ちょうど良いです。寒がりやから、私も今も寒いね、うん、ちょっと。確かに、あ、そうです。放送局やからちょっとね、あの低めにはしてるのよ、こういうスタジオね、うん、今22度やったのを23にとりあえず上げたけど、あんま変わらへんよ。あんまり上げたらあかんねん、スタジオはね。寒いわ。27ぐらいかな。あ、寝るときはね、30度にするよ。30? もうつけるもんがええじゃん。むしろ暑いじゃん。いや、ちょっと涼しくなる。28度でつけてたらなんとかなりますよ。で、布団かぶってたらなんとかなります、うん、まあまあそうやけどね。27、日中は27。これ聞いてどうすんねん。どうすんのこれ、何なのこのクイズ。じゃあ、5問目は、あの、隣お願いします、はい、なんでやねん。では、5問目です。クイズ、ゆうこちゃん、一番好きな花火は？え、どういうこと？花火の種類。花火の種類ですね。あ、打ち上げ花火とか。ネズミ花火とか。線香花火とか。もう線香花火。線香花火。いや、あれです。派手なん好きやから。ロケット花火でしょ。あ、シューって飛んでいくやつ。あ、じゃあ、かぶったから。じゃあ、ネズミ花火。ネズミ花火ね。うん、線香花火でええやんけ、そこは。ボンタン花火的なやつないかな。ボタン花火だけど、ボタン花火はでも線香花火と一緒やで、ほぼ。あ、ほんまに、うん、あ、じゃあ線香花火。線香花火で、はい、正解は PL の花火。いや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 、いっちゃ世界で一番でかいと、ね、あのね、規模がでかいと言われてる。これさ、シンゴと答え方一緒みたいな。シンゴはあのザックジャパンといえばザック。そこまで懐かしい、言ってましたね。PL の花火好きやねん、派手で。いろんな形ある。好きな花火キティちゃんとかあるよね、最近ね。キャラクターの。いや、違うよ、もうちょっとなんかあるでしょ。そうか。種類の話やと思う。いや、わからなかったな。これ世界一やと思うね、私。あ、そして次ですね。次、最後の問題になります。はい、もんね、はい、もんね。はい。クイズ、ゆうこちゃん。今、水着を買うなら、何色のどんな形？あー、これは選んであげたい。なんだろうなぁ。ね。もう持ってるかもしれないですよね。俺わかった。うん、やっぱお子さんいるんで、うん、そんな派手な感じにはできひん。あ、水色ぐらいで、でもやっぱこう女性らしさを出して、ほうほう、下は、あの今スカートタイプになってるやつあるじゃないですか、うん、パレオタイプ、はい、あー、似合う。あ、水色のパレオ、あ、似合うな。想像してるの。ちょっと面白い、真剣に考えてくれてありがとう。ちょっと花柄とかハイビスカスとか入っててほしい。あー、いいね。入ってて花柄似合いそう。でも水着は柄入ってないの。おー、パレオだけに柄入ってる。なるほど。うわ、どう。それもまあね、いいね。
あれや。黄色で、うんうんうん、黄色いっちゃなく黄色はないっちゃないないで黄色で、なんていうのショートパンツ、ボックスっぽい、ショーパンっぽい感じの黄色で黒島入ってて、うん、ミツバチみたいな。ミツバチ様いいですね。それ着てほしいな。僕はやっぱ大人な女性なんで、うん、黒ですね。あでちょっと白入ってて、ブラックパールみたいな。ちょっと白入ってる。ちなみにどこに白入ってる？ちょっとジュエリーな。ああ、ストーンみたいな。どっかにあしらわれて。ああ、いいね、大人っぽいね。うん、私が欲しいのはね、はい、今ね、ピンクのサーフパンツ。難しいな。サーフパンツってどんなんですか？あのね、パンツタイプのやつ。あ、そうそう、さっき言ってた黄色のね、パンツみたいなやつね。今ね、サーフパンツよね、みんな。そうですね、ね、基本はサーフパンツ、ね。うん、膝ぐらいまであんのもあるし、ショートパンツっぽいのもあるし、私、ショートパンツの。ピンクのが欲しいねぇ。いやかいやあ、でも今やっぱり花柄とか好きなんや。いや、やっぱ相変わらず男子は、うんうん、やっぱいいっすよね、うん、そう、女性は花ですからね。そうね、装飾系男子があかんと言われてるけど、うん、あやっぱり、うん、あそう、そうちょっと攻めてほしいね、水着は。せっかく脱ぐんやからね。そうそうそう、うん、もう一つそれやらしい意味とか全然ないよ、ね、はい、はい、クイズゆうこちゃん最後の問題、ほてった体を沈めるために飲むものは？ほてってるやん。何何の何の後言うの？そんなん言わねえ。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。妄想激しいね。めっちゃ笑ってるやん。慎吾、何の後？何の後でほてってんの？いや、ほて…何の後？いや、もうお酒を飲んだ後でしょ。ああ、お酒飲んだ後な。でもやっぱ、お酒もう一度飲んで…お酒もう一度飲んで？お酒飲んで。ほてってる体にもう一回お酒入れるの？キュー…そうですね、キューバリバーとか。ああ、なるほど、そういうことか。でも、多分ソフトドリンクなんで、炭酸水です。美容も意識して。ああ、いいね。はい、ああ、ぽいぽい。はい。今流行りの水素水。ああ、気になる気になる、うん。いや、ここは、生ビール。ほう。ほう、さらにいく、ね、うん。正解はね、はい。面白くないね。常温の水。おいおいおい。どうにかしてくれよ。常温の水よ。体冷やすのあかんねん、絶対。確かにいつも飲んでますね。そうやろ。水いっぱい飲む。今日もあるじゃないですか。これ絶対持ってんねん、常温の水は。冷たいお茶とか出してくれるんやけど、よくね。あれは体冷やすから。うん、そっか。なんで最終問題にこれ持ってきたんですか。もうちょっとあったでしょ。さあ、みんなよく考えてくれましたけども。当てれそうやったな、全部。そうやな。なんかもうちょっと、ね、ちゃんと考えて。当てれそうやった。なんか、うん、大喜利してしまったな。途中から。ここまでね、まとめますと、勝利、はい、花火大会正解したね、はい、中山設定温度クーラー27度、はい、次は惜しかったね、うん、そうですね、何もなかったね、ゼロですね、ゼロじゃあということで、じゃあ、ね、この微妙なじゃんけんで決まる、じゃんけん2人1位でええやん、同率1位でまあじゃんけんしとこうよ最初はグー、じゃんけんほい、アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、全然決まらない全然決まらない、これはもう同率にしましょう、ラジオ的に全部あかんやつ、はい、決まる、グー、チョキで、うん、決めてたんじゃないよね、さすがに決めてない、何も決めてない、キーやもね、もうじゃあもう同率1位でしとこか、ね、はい、はい、勝利と中山くんおめでとう、あんま嬉しないわクイズゆうこちゃんでした、なんやこのコーナー